パホイホイ溶岩固化しながら縄状構造を形作るパホイホイ溶岩パホイホイ溶岩は表面の形態で分類した溶岩流の一種ハワイ語に由来する地球科学の専門用語で語源であるハワイ語のパーホエホエは表面が滑らかで砕けていない溶岩を指し発音はパーホエホエに近いが日本では一般的にパホエホイ溶岩が広く用いられる パホイホイ溶岩は平滑な表面を持つ溶岩流であり、表面には縄状構造や丸みを帯びた等、またはローブと呼ばれる袋状、舌状の構造が見られる。このような表面形態は、流化する粘性の低い高温溶岩表面が冷却によって固化し、表面張力により丸みを帯びた薄い冷却核を持つローブ、等が形成されることで形作られる。 そしてローブの一部が破れて、同じようなローブが形成され全体が前進していく。縄状構造は、薄い冷却核が固化するときに水平応力で、シワが寄って作られる。二個結のローブ中心部が繋がったり、チャンネル状の流れが下方を侵食し、溶岩堤防が上面で繋がってしまうことで、溶岩チューブを形成することがあり、溶岩が冷却しないまま遠方まで流れることに、役立つ。 溶岩チューブの天井はよく崩落して、スカイライトが形成される。パホイホイ溶岩とアー溶ー岩の違いは、冷却固化してできる表面冷却角が連続体として保たれるか、破壊されクリンカーが生じるかという点で、これはパホイホイ溶岩がニュートン流体的でありアー溶ー岩はそうではないことを示す。実際には、 温度の低下や石器結晶度の増大などによる年性の増大、または同じ年性なら変形速度が大きくなることでパホイホイ溶岩からアーヨー岩への変化が起きている。温度低下、結晶度増加は流化するにつれて進行するので、流化するにつれてパホイホイ溶岩からアーヨー岩へ変化することが一般的だが、変形速度が効いている場合には、急斜面で あーヨ岩ガンだった、溶岩流が反斜面で再びパホイホイ溶岩に変化する例が知られている。ありがとうございます。